頻繁にお湯が足りなくなるのは、設定されているタンクの湧き上げ設定や湯切れ防止節約設定がお客様のお湯の使用状況に合っていないためです。お湯が足りないと気づいたら、まずタンク沸き増しボタンを押してタンクのお湯を沸き上げてください。沸き増しを開始します。次にリモコンの表示を確認し、タンクの沸き上げ設定がお任せ節約になっていたらお任せ多めにしてください。それでもお湯が足りなくなるときは、湯切れ防止設定を確認し、少量を全量に変更してください。いつもに比べてお湯をたくさん使用する予定があるときは、前日に沸き上げ設定をお任せ多めに変更するか、または湯切れ防止設定を全量にしてください。設定の手順は、この DVD のいろいろな機能の沸き上げ設定、湯切れ防止、節約設定をご覧ください。また取扱説明書にも記載されておりますので、合わせてご覧ください。